鶴ちゃんの今回のその役割ってブルペン捕手っていう役割なんだけど、その捕手としてそのどこまで、まあもちろん栗山さんとの関係もあると思うんだけど、どういうところまでその役割というか、はい、宮崎の合宿中は3人いたんですよ。はいはい。とファイターズから派遣されてる梶原ブルペン捕手と、あとカープから永田ブルペン捕手が来たんですよ。はいはいはい。で実際こう大阪からパスが厳しくなって人数がすごい減ったんですけど、で僕バッティングピッチャーしないといけなかったんですけど、お宮崎の合宿でもうほんとイップスみたいになって近藤選手の背中に3球通したんですよね。それまずいな。もうそれでもうあもうやばっと思って、おもう無理じゃん、もうちょっと僕無理ですっていうか、首もうなんかもう無理になって、で梶原ブルペン捕手と白石コーチと、はいはい、投げてた白石さん、清水コーチがものすごく長い時間投げてくれて、で終わった後に本当すいませんでした、ありがとうございます。結果投げなくても大丈夫だったってことね。そうですね、ブルペンキャッチャーなんでローテーションピッチャーがバッティング練習中にこうブルペンで投げるじゃないですか、うんうん、これ取ったり、うん、であとは外野でもキャッチボールピッチャー同士でしたくないピッチャーもいるんで、キャッチャー投げたいピッチャーいるんで、いやいるいる、まあ、俺もこういうピッチャーとキャッチボール何セットかして、うん、であとはもう本当試合中のブルペンですね。いやじゃあもう本当にまあプロ野球でブルペンキャッチャーの役割だね、完全にね。あもうもちろんそうです、はい、もうブルペンキャッチャー、はい、ブルペンキャッチャー。じゃあその試合のなんか展開とかによってっていうか、電話とかっていうのは投手コーチがいるもんね。厚田コーチがブルペンでスペシャリストじゃないですか、ブルペンのスペシャリストの、うん、厚田コーチがもうピッチャーのこのいつ準備するとか、うん、第1ラウンドは結構決まってたんですよね、その、うん、この先発と大谷投手には次誰がついてるとか、うん、ダルビッシュ投手には今永がついてるじゃないですか、今永投手で、そうやって第2先発ぐらいまで決まってたので、あとはこう、はいはい、いろんなこう球数制限とかそういうのがあった時に、うん、イニングから誰か行くっていうのはイニング途中は誰、はいはいはい、で頭から行くのは誰ってもうはっきりしてたんで、そこはもう厚澤コーチがもうもちろんそのベンチにいる吉井コーチのこのコミュニケーション、栗山監督とのコミュニケーションはあのファイターズ時代からやってた人なんで。そうか、じゃあその辺になんかちょっとなんかあの会話がうまくいってなくてピッチャーに影響するみたいのはなかったってことですね。全くなかったですね。絶妙のこの ね、3人のそのコミュニケーションでしたし。あそうなんだ、うん、ブルペンのピッチャー本当困んなかったと思いますよ、この系統で準備するしないで。じゃあもうほぼほぼ想定内に全部来たってことだね。ほぼ想定内でしたね。ブルペンにいる選手も結構楽だったね。じゃあねピッチャー僕本当楽だったと思いますね。特に1次ラウンドはバタバタすることなかったので。あちなみにあのブルペンにいて、はい、結構さ、中心になる選手っているじゃない、ブルペンの中で。はいはい、会話するのか、あんまり黙ってるのかっていう、そのブルペンの中での雰囲気ってどうだった？ブルペンは、まあ、若い選手ものすごく多かったんで。うん。ベテランがいないんですよ、逆に。おお。だから、なんていうんですかね、もう、全員が全員なんか友達みたいな感じで、うん、誰かまとめるとかでもなかったです。会話がなんか、結構あるとか、そうでもないとかっていう。あ会話結構してましたよ。あの、1次ラウンドとかは。はい、ああ、なるほどね。やっぱ宇田川選手がもういじられキャラみたいになってたので、でも宇田川選手は本当にいいね、すごいいい立ちあのポジションでしたね。ああ、なるほどね。まあそういうなんか人がいると、ちょっとブルペンなんか盛り上がって楽しくなったりするもんね。もう、りょうたさん一番ブルペンの事情分かってると思います。そう。で結構その何回に行くとかも決まってましたし、うん、厚澤さんが本当にねこうまいことこうブルペンを回してたというか。そうか、やりやすい環境でしたね。そんな中でちょっと栗林選手の離脱とかね、はい、いろいろあったじゃないですか。まあそのまあ、言ってみたら栗林って言ったらもう当初の予定でやっぱクローザーだったんです、うん、そうですね。8回9回ぐらいだったと思うので、合宿からずっとしちゃってて、うん、栗林が一番悔しかったと思うんですよ。まあそうですよね。でもそう離脱する前にこう気丈に振る舞って、皆さんこう世界一になった時に一緒に僕も家でシャンパンをファイトするのでお願いしますみたいな感じで
頑張ってくださいみたいな感じで、そのスピーチ聞いた時なんか泣きそうになって、本当に。いやでもそうだよね。このね、栗林選手ってどういう、なんか人間性の素晴らしさみたいな。すごい好青年で、もう受け答えとかももうすごいし、喋り方とかもこう、もう誰がこう話してもファンになるような人間なんですよ。じゃあもうあれだね、なんかそのスピーチ聞いてまたチーム頑張ろうみたいな感じになるね。じゃあね、なりましたね。特にそのブルペンのピッチャーたちはよしやるぞってなりましたよね。これはもう本当そう作ってるとかじゃなくて本当になったと思いますね。じゃあまあ抜けた時に、まあ、誰がそこのスペースに入るかっていうのはなんとなくまあ個人個人で聞いてた、分かってたというか、まあ栗山監督から話は言ってるようになってたよね。そうですね。あとは準備とかもやっぱしないといけなかったと思うので、そのアクシデントに備えて、だからもうある程度ね、名前は分かってますよね。でも途中からね、山崎颯一郎選手も入ってくるけど、それはそれで大変だよね。ボールのオープン戦で使ってたみたいなんですよ。ああ、そうなんだ。このために準備して、なので来た時も投げてる球もすごかったですし、どこだったかな、大阪京セラドームで強化試合した時にサポートできてたので、彼自身もそれはね、良かったんじゃないですかね、サポートで投げたのは。はい、なるほどね。はい、まあ、そんな中ですね、イタリア戦でダルビッシュ投手が13年ぶりのリリーフっていうところなんですけども、ダルビッシュ投手、はい、まあ、僕正直思うんだけど、まあ、その合同合宿からまあいろんな選手に気を使ってっていうところで、自分の練習そんなにできてないんじゃないかなっていうふうに思ったんだけど、鶴ちゃんから見ててどう映りました？いやー、まあ、正直状態はそんな良くなかったです。そう、そう、もちろん、はい。投げてると思うので、もう周りの、彼自身こうアメリカに行く前ってもう先輩ばっかりだったじゃないですか。うん、で十何年ぶりにこうやって日本のね選手だったら今度後輩ばっかりじゃないですか。確かに、まあ、そこのね気の使い方は彼も結構こう気遣いの人間なので、ものすごく気遣ってんなとは思いましたし、あとはこの宮崎がね寒かったんでね。宮崎のマウンドっていうのはその WBC 仕様になってたの？全部。いや、なってないと思います。なってないんだ。実戦で投げれないっていう。まあ、そう、投げられなかったんだよね。投げられない。もうそれが一番辛かったと思います。そうだ、実戦で投げないとこう何を調整していいか分かんないじゃないですか。分かる分かる。最後の中日戦で投げたのが終わりだもんね、最後ね。そうですね。はい。なんかブルペンでっていう。なんかちょっと会話とかありました？なんかちょっとうまくいかないな、みたいな。いや、彼絶対そんな弱音言わないので、うん、いやでもこう症状とかこのなんかこうしっくりきてない仕草とかはものすごい感じてましたので、ね、まあでももうその状態でもマウンド上がらないといけないじゃないですか。はい、だからもうそこかそのね、いろんなものを背負ってやってるなっていうその姿に、なんか僕は大変だなと、頑張ってくれと思いましたね。なるほど、ありがとうございます。村上選手が直前に初球ファール打ったんですよ。はい。でそのファールで、あ、これいいわと思って。栗山監督の決断力っていうのはやっぱすごかったよね。そうですね。もういろんなものが全部当たったんで、ものすごく興奮して。うん。で、なんかもう選手になったぐらいの気持ちになっちゃって、なんか僕もそう並びそうになっちゃって、あ、危ねえ危ねえと思って。